はいどうも、チャンネル変わらんど川本文明です。今日はですね、こちら株式会社キタンクラブさんから発売されているボフサンドマリトットマスコットをやってまいりました。それでは行きましょう、チャンネル変わらんど。さあ、というわけで今日はですね、あの株式会社キタンクラブさんから発売されているボフサンドマリトッツォマスコットをやってまいりました。マリトッツォ言いづら、合ってるこれ、マリトッツォって合ってます？ちょっとわかんないんですよ、発音とか。そのマリトッツォでいいんですか、トッツォ。まあいいか。ね、イラストレーターのあのジュノーさん、あの猫ちゃんとかかわいいサメニャンとかあるじゃないですか、エビニャンとか、あのかわいいあの猫ちゃんのイラストを描くですね、ジュノさんのですね、また出ましたよ、この立体化が具現化されて現れましたよ。かわいいよこれも。なんでマリトッツォに挟まれてんの、これ。マリトッツォってイタリアの発祥のあれですよね、なんかまあシュークリームみたいな、パンに大量の生クリームが挟まったデザートなんですよ。ね、か、お菓子っていうの？もうこれスイーツですか？じゃあスイーツですか？いいですか？じゃあもうスイーツで。はい。でもね、マリトッツォっていうのは、パンの部分を言うんですって。クリームじゃないんですって。クリームが挟まってるのが出来上がりじゃなくて、パンの部分をマリトッツォっていうらしいですよ。はい。なんかいろいろね、由来はあったんですけどね、残念ながら端折ります。はい、なんか古代ローマからね起源があるらしいんで、はい、まあそれで許してください。はい、というわけでね、このかわいいこのね、ジュノさんの猫ちゃんとコラボをするというね、マリトッツォが、ぜひともですね、かわいいかわいいラインナップ見てみたいと思います。それでは行きましょう、ラインナップ。さあ、まずはこちら、猫パン生地白。うわ、もうかわいい。かわいい。猫パンもかわいいよ。うん、なんだったら。ただ、この生地白がこの、なんだ、クリームになっちゃう。クリーム代わりに猫ちゃん挟んじゃったよ、もう。クリーム代わりに猫ちゃん。かわいい。なんかちょっとじゃれてる感じもかわいいもんね。ええー。はい、こちらは、猫パン生地白でした。欲しいです。さあ、続きましてこちら、いちご白。あー、また何ですかこの猫ちゃんは、かわいいね。なんかパンもなんか美味しそうだなこれ。なんかいいなこれ、欲しい欲しいです、とにかく。はい、さあ、続きましてこちら、オレンジ茶白。わー、かわいい。何を考えてるんでしょうか、ここのが挟まれて、なんという表情をしているのでしょうか、この猫ちゃん。かわいいな、欲しい。今のところ全部欲しいわ。はい、さあ、続きましてこちら、いちご八割れ。わあ、うわあ、なんて顔。この子も何を考えてんだ、何も考えてない感じで挟まれてますけど、なんだろう、どうした。かわいいな。さあ、そして最後はこちら、チョコグレー。わあ、まあかわいい。これ正面から出ちゃって、もうクリーム代わりに。かわいいわ。寝てんのかなこの子は。寝てるのかもしれません。はい。さあ、以上の全6種類を今回はですね、3回だけガチャってまいりました。それでは行きましょう。まずは1本目。パカリー。ミニブックでございます。マリトッツォマスコット。ね、かわいい。これラインナップがこうやってね、ほら、ね、かわいいでしょ。生地白とかね、いちご白とか、これ全部あります。これは綺麗だよね。これしっかり印刷されて綺麗です。1本目は、いちご白。うーわ、かわいい。ほら、見てこれ。かわいい。いちご白、寝てるの。クリーム代わりに寝てますよ。かわいい。静かに皆様。お静かに。これ、パンが意外とリアルっていうか、この見て。色の付き方、ふっくら、焼き部分がすごい、焼かれたこの、なんだろう、この部分、すごい綺麗に塗られてるし、この造形もしっかりして、パンがすごいリアルなんですよ、ほら。すごいよくできてる。バカにできませんよ、これすっげえ。かわいい、この猫ちゃん。見て、ほら、白寝てるよ。
あーすげえ。あ、ほんでね、このね、ボールチェーンもついてます。これ全部にボールチェーンがついてます。いや、いいっすね、これ。あ、これめちゃくちゃいいっすわ。ほら、これ飾れるから、このままこうやって。ね。カバンにもつけられますし。はい、いい。造形もいいですね。色の付き方も、これ、パンのこの割れてるここの中、中もしっかりこのパンの気泡みたいなのもちゃんと入ってる。続きまして、2本目バカリーオレンジ茶しろー、かわいい。なん、どうした、え、どうしたのこの子、え、何、何考えてんの、いや、な、む、むじゃん、む、ほら、むですよ、寝てないし、え、どうした、ほら、ほら、なんにも、え、うわ、ここかわいい。見て、この後ろ。かわいい。尻尾がこうやって。この足の揃い方。やばい。かわいい、ほら。よくできてます。パンもまたこの、チョコの部分のかかった感じの。ほら、この辺すごくないですか？いや、パンめちゃくちゃいい、ほら。パンのこのふっくら焼きたての感じと、このチョコのかかり具合、ほら。このテラッとしたとこ、いや、よくできてる、かわいい。どうした、お前どうした、そんな顔でな、かわいい、いいね、オレンジ茶色、これいいですよ。はい、続きまして3本目、パカリ、いちご白、わだ、振った、ニコになってしまった、かわいい、かわいい。うわ、猫パンも欲しかった。猫パンも欲しかった。これはやっぱりかわいいですね。さあ。いやー、かわいい。さあ、というわけで今回はですね、株式会社キタンクラブさんから発売されてるマリトッツォマスコットをやってます。なんで？もう最後に言わせてください。なんでマリトッツォ？なんで挟んだ？なんでこうなったよ、ほら。もう。マリトッツォマスコットですね。モフサンド、ジノさん、イラストレータージノさんの世界観。いや、これは可愛いよね。もう、完全に可愛いっすわ。はい。ね、まだどこかね。結構、ジノさんのガチャガチャってね、品切れになってる時多いんですよ。なんで、ぜひともですね、早めに探してみてください。まだあると思います。はい。というわけで、この動画少しでも良かったな、役に立ったなと思っていただいた方は、グッドボタン。可愛い。そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。あ、隠れた。チャンネル登録よろしくお願いいたします。以上、チャンネル川ランド、川本文明でした。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。